こんにちは。今日は今年最後の YouTube になると思います。こちらのフォロワーさんが作ってくださった干支祝いの刺し子、これをね紹介したいと思います。あとは今年作ったリース、そういったものもね紹介させてください。お知らせもありますので順番に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今年郡上八幡の刺し子のお友達に会いに行った時に南天玉を見てとても心惹かれました。南を転ずるという意味があって、お店の軒下にぶら下がっていました。とっても可愛かったんです。そして南天玉は作れないんですが、南天のリースを作ろうと思いました。ダイソーのリースの型、一番小さいものを使いました。一つね、失敗だなと思ったのは、木工用ボンドで貼り付けたんですけれども、ボンドの接着部分がねちょっと黒ずんできてしまうという、そういう結果になりました。来年はちょっとね違ったもので接着してみようかなと思っています。郡上八幡の南天玉はね本当にね素敵だったので、もし遊びに行かれる方はそういった点もね見てきてほしいと思います。杉玉っていうのはねよくいろんな地域でね酒屋さん飾ってあるのをね見ますが、南天玉はね今回初めて見ました。とってもね刺激を受けました。で、南天のリースだとまあクリスマスからお正月までずっと飾れるかななんてね、そんな意味もあり作ってみました。南天玉もこのくらいのねちっちゃなものなら作れるかなとも思います。来年はねぜひね南天玉にもチャレンジしてみたいと思います。仲のいいフォロワーさんがねちっちゃなね南天玉をね作って写真を見せてくれました。あ、これならできそうかなってちょっと思っています。また来年ねこの時期に南天玉や南天のリース作ろうかなと思います。はい、ではね刺し子の紹介をしたいと思います。こちらは私の作った干支祝いですね。なぜか干支祝い結構前にできてたんですけれども、紹介はしてなかったので今回ねちょうど時期もいいかなと思って干支祝いの刺し子の紹介の動画を撮ろうと思いました。途中経過は結構ねちょこちょことアップしてたと思うんですけれども、これが完成品です。この端っこに苦労したんですね。一度こう周りをぐるっと刺したら最初と最後が合わなかったんですね。こっちから刺してってっていうのとね、この角っこが合わなくなってしまって、模様がね。で、一度ほどきました。で、本当は3ミリの柿の花にしたかったんですけど、ちょっとね挫折して、で、これは5ミリの柿の花になってます。少しずつ見てください。トラちょっとね苦労したんですね。顔のところがね細かくて表現するのが難しかったです。でもこの爪のあたりがねすごく気に入ってます。こっちも、あと足の裏こういうところがね気に入ってます。牛もね、この
その辺の模様はね、結構ちょっとね繊細だったので、ゆっくりゆっくり刺しました。このセンスの部分もね、ちょっと悩みながら刺しましたね。このツルはとっても気に入ってます。かわいいで、お猿さんのね顔もね、最初に描いたイラスト通り、イメージ通りの顔に仕上がったかなと思ってます。私は鳥年なので、ちょっとね鳥頑張って描いたんですけれども、鳥も気に入ってます。義理の母がね馬年なんですね。なので馬の小物とか見ると欲しがるんですよ。なので馬もね、お母さんの馬と思いながらね、細かくちょっと丁寧に刺したつもりです。羊もね気に入ってるの。羊のねこの顔とかね、あ、この角もねやってて楽しかったですね。これはね竹をイメージしました。ちょっとね葉っぱのところねいじりすぎたかなとも今思うと思います。そのままでもよかったかな今は思ってます。深く刺してますね。これちょっとねちょっとこれどうだろうって今見るとね思いますね。大きく刺してもよかったかなって今見ると思います。ここの模様はね、ちょっとこうボワンボワンとね、これは夫が迫力があっていいってね褒めてくれました。これはね、刺す時にねちょっと円を描いて、でなるべく揃うようにと思いながら刺してますね。この鶴もね気に入ってるんですけど、ちょっとあんまり上手じゃないなって今見るとねちょっと思いました。中でもね、このイノシシの手、こっちのね、この辺のあたりの手の雰囲気がとてもね、気に入ってるんですね。ちょっと可愛いでしょ、手つきが。ちょんとしてるところがね、可愛いなと思ってね、この子も愛着があります。そして来年はね、タツですね。タツ年なので。このタツも結構細かくて大変だった、そんな記憶があります。でも、頑張って刺してますね。頑張って刺せてる、そんな感じがします。特にね、すごく変わった図案は入ってないんですけど、こういったね、古典模様に関してもね。一番ね、これ刺すので苦しかったのはね、どこだろう。やっぱりね、この外枠にたくさん時間をかけてしまったので、やっぱりこう、外枠のところをね、こういった模様にしたいときは、こっちからこっちまで、ちゃんと横にピッピッとね線を引いていかないと合わなくなるんだなっていうのが分かりました。こっちはこっちで線を引いて、で今度こっちはこっちで線を引くと合わないんですね。なのでこう全部こう定規、長い定規でポンポンと引いていけば、そういったことがないんじゃないかなって思います。
さて、これは私の刺し子ですね。次にフォロワーさん、ポチャさんの大きな絵と祝いを紹介させてください。これがね、ポチャさんからいただいたね、この作品の情報ですね。今どうやって読むんだろうと思ってね、調べました。三幅天竺と読みますね、これね。三幅天竺。そしてね、天竺とは何かっていうのもね、ちょっと今調べてみました。平織りのことで、まあインドから輸入した生地のことを天竺と呼ぶそうです。とてもね、大きいんですよ。こっちが私の刺し子ですね。これがポチャさんの作品です。これだけね、大きさがね、違います。ちょっとゆっくり見ていきましょうね。可愛く刺せてますね。図案をね、拡大してくれたんですけれども、その拡大図案も見せていただいたんですけど、わあすごいと思って、いっぱいあるんですね。あの図案がいっぱいこう並べて、それで写したそうです。このイノシシの手も可愛くできてますね。はい、来年のタツですね。ポチャさんはちゃんとね、もう2024年と入れてくれてますね。私はどうしたのかな。あ、私のはね、2023年ですね。今年の何月頃だろう、3月とか4月にできたのかな。ちょっとね、ゆっくり出来上がったんですね。鳥も可愛いです。よくね、こんな大きなのね、頑張って諦めずにね、刺してくれましたね。嬉しいです。ここら辺の部分なんですけどね、ここにこうバーッと広がってる部分なんですけど、ここ私の図案だと正外波の模様になってるんですね、ここがね。で、ポチャさんからね、相談を受けましてね、骨董市にね、これ持ってきてくれて、やりかけのをね、正外波がこうすごく大きくなるんですね、この図案になるとね。で、ちょっと拡大しちゃったせいか、なんかしっくりこないっていうことでね。で、その時にね、ちょうどね、私がボツにしてた図案を、これもしかしてよかったら入れてみないっていうことでね、こちらのね、六角形の図案をね、ポチャさんにね、どうって言いました。で、その後ね、ポチャさんね、やってみたんですね、六角形で。で、とてもいい感じに仕上がってますね。これもね、図案中に入れるのこうたくさんあるのでね、大変だ、考えるのがね、大変だっただろうなって思うんですけど、いい感じでね、入ってますね。で、ただ白いだけじゃなくてね、こういうところはね、ちょっとこう枠を刺してありますね。ここもですね、枠をこうやってね、刺してある。これ全部刺しちゃうとね、ちょっとね、白い部分がまるでないっていうのは、きっとまたちょっと感じが違うので、ちょっとしたね、余白を持つっていうのはね、いいんじゃないかと思います。素敵です。二つの絵と祝いを見ていただき、ありがとうございます。来年1月4日から1月31日まで、宮崎の大前布店さんで、刺し子と小銀店という催し物があります。これに参加させていただくので、
この江戸祝いも宮崎に持っていこうと思っています。大前布店さんは宮崎と日向店、宮崎店日向店と2箇所ございまして、で企画が最初は日向店から始まります。私は1月6日7日午後1時から3時まで日向店の方にお邪魔したいと考えています。昨年はですね、この時期に怪我をしてしまって、宮崎の日向店に行った時には杖をついてやっと歩ける状態で伺いました。なので今年はね、怪我をしないようにと夫からもね散々言われているところです。このね、年末に怪我をすると大変なのでね、もうちょっと用心しながら生活しています。これは刺し子と小銀店のために書いた図案です。旅する刺し子の図案の元になっています。この図案は大前布店さんでお買い物をなさるお客様に無料でプレゼントさせていただきます。ネット注文でもねいただけると思います。この旅する刺し子も宮崎に持っていきます。みんなで力を合わせた作品がこんな感じです。このね、オカメとひょっとこの部分、この扇2つはぷくぷく刺し子さんに刺していただいたのでぷくぷくになってます。オカメがこっち側がぷくぷく、反対側はひょっとこがぷくぷくになってます。で最後悩んでいたこの紐ですね、三つ編みにしようかどうしようかと思ったんですけど、今回はね、ねじってみました。こういう感じですね、ねじって、でここはちょっとね縛ってボンドで留めてあります。あんまりねボンド使うと見栄えが良くないんだけど、どうしてもねねじるとね、ここで折ってあってねじってあるので、ここの部分がね端っこになってしまうので、ここで留めてあります。でもね素敵ちょっとね高級っぽい感じにね見えますね、こうなるとね。これがねひょっとこの方のぷくぷく刺し子ですね。よくね上手にねぷくぷくに、これ1枚仕立ての布なのに、ここにね当て布をしてねうまくやってくれました。嬉しいです。ぜひね大前布店さんに行く機会がございましたら、この刺し子もねぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、フォロワーさんの作品で今年私が気に入ったものをねちょっとねお借りしていて、そちらもね大前布店さんの方に一緒にね送ろうと思ってます。ざーっと紹介しますね。さつきさんの作品、幸せのトンボです。千恵子さんの作品、サンキュー宮崎です。これは去年のプレゼント図案です。ぷくぷく刺し子さんの幸せのトンボです。ぷくぷく刺し子さんは YouTube もやってらっしゃるので、よかったらね覗いてみてください。これは夏祭り、浅野さんの作品です。とってもね可愛い東袋なんですよ。サイドにここにね模様を入れてくれてます。
ここにもね、サンキューチエバって入れてあるんですね。かわいい。嬉しい。裏もかわいいです。これもね、とってもね、気に入っている作品です。すごくかわいいです。こちらも夏祭りの作品、ぷくぷくさしこさんですね。これもね、本当に手触りもよく、とても可愛いです。ぜひね、宮崎の方、ご覧ください。夏の恵み、まゆみさんの作品です。これもね、とても可愛いんです。ほっとするような作品です。さんの作品ですね。赤ずきんちゃんです。糸もさらしもご自分で染められているので、すごくね、愛情を感じます。さきしさんも YouTube をなさってるので、よかったらね、調べてみてください。こちらもまゆみさんの作品ですね。玉ねぎ図案なんですけれども、ちょっと今噛んじゃった。玉ねぎ図案、玉ねぎの波紋という名前の図案なんですけれどもね、これもとてもね、まゆみさんらしく素敵だなと思ってお借りしてます。はい、こちらはね、先ほどのプレゼント図案、これにモニターを募集しました。で、モニターをやってくださったカワウソさんの作品です。とてもね、素敵なんです。アレンジ OK ですということでね、ご自分のアレンジでこのようなね、ちょっと長い感じですね、長い刺し子になってますね。全体的にはこのようなね、長方形になってます。これも一緒に持っていきます。カウソさん、短時間での仕上げありがとうございます。こちらもカワウソさんの作品です。つぐみさんちという図案ですね。これも可愛いんです。これは時色さんの作品のつぐみさんちです。時色さんはこれを拡大して作っているので、カワウソさんの作ったものと比べると大きさがね、違います。結構違うのかな、こんな感じですね。だいぶね、大きくなってますね。ですね、でもね、可愛らしい作品になってます。そしてね、これは文子さんですね。文子さんの夏祭り、これすごく気に入ったんですね。今年の夏祭りの図案のね、作品、これもね、長い、結構長めの作品になってます。かっこいいです、とっても。あとね、このような私の作ってる作品も何点かね、持っていきます。このね、モニターなんですけれども、カワウソさんがやってくれたモニターと、もう一人ね、モニターをね、なさってくれてる方がいらっしゃいます。まあ、来年私がね、旅立つ前までに私に届けられればということでね、お願いしました。今ね、まさに頑張って刺していてくれてる状態です。ひろみさん、頑張って。とてもとても長くなりましたが、皆様、健康に気をつけて良いお年をお迎えください。
大前ぬぬぺんさんの情報は私のインスタグラムとかでも情報は入れています。あとはですね、大前ぬぬぺんさんのインスタグラムというものもございます。もしね、お会いできる方がいたらとても嬉しいです。1月6日7日お昼の1時から3時頃まで大前ぬぬぺんさんにお邪魔してます。よかったら遊びにいらしてください。日向店ですね、大前ぬぬぺんさんの日向店にいます。大前ぬぬぺんさん、今はちょうどクリスマスの宝物というのをやっていまして、こちらはね、私去年一目惚れして購入したモグさんのブローチです。とっても可愛いんですよ。モグさんの作品も今現在大前ぬぬぺんさんでクリスマスの宝物展としてねやっています。興味がありましたらね、ぜひね覗いてみてください。それでは皆様、良いお年をお迎えくださいね。ありがとうございます。またね。